はい、今回私は近江町市場に来ています。皆さんこんにちは。こんにちは。今日私が紹介するのはこちらのお店です。金沢プリン亭です。今月の1日にオープンしたばかりということです。近江町市場の、ね、新名物ということで現在話題沸騰中ということなんです。店内見てみますとですね、和モダンな雰囲気でとても鮮やかですよね、うん、そしてショーケースの中にはたくさんのプリンがあります。さあここからはですね、谷口さんと一緒に中継進めていきます。谷口さんよろしくお願いいたします。お願いします。ではまずこちらはどのようなお店なんでしょうか。はい、金沢らしさを表現したプリンの専門店となっております。そして、まあ、地元の牛乳フルーツなどを使った、滑らかプリンが自慢ですね、うん、金沢プリン この専門店ということなんですが、はい、なぜこの近江町市場に、オープンしたんでしょうか。はい、まあ、やっぱり、まあ、地元の方そして観光客の方多くの方に、まあ、ご利用いただける、うん、まあ、そんな場所を探しておりまして、その際に、まあ、金沢の、まあ、町の活気魅力そちらに惹かれましたのでこちらでオープンすることになりました。おとっても嬉しい理由ですよね。さあこちらねプリンねたくさん種類があるということなんですよ。見ていきましょう、うん、まず純白という商品名で、こちら特別な卵を使うことでこんなに真っ白で綺麗なプリンになったということです。さあそしてお隣コーヒーラテ味のプリンなんかもあります、うん、こちらプリン用にですね特別に焙煎調合したコーヒー豆を使っているということでこだわりがね詰まっています。さあそして真ん中が金沢プリン、こちらがベーシックなプリンでですね、はい、とっても、まあ、人気がある商品だということなんです。滑らか好きです私、うん、そしてさらにお隣なんですが抹茶ラテ味もありましてね、こちらもこだわりがね本当に詰まってますよね、うん、さあ時は目が引くのがですねこちらの商品です。友禅プリンということです。とっても鮮やかカラフルなんですが、こちらどういう商品でしょうか。はい、こちらはですね加賀友禅を表現しております。いちご、キウイ、パインのフルーツを使ったもので、加賀友禅の彩りを表現しておりまして、下の部分の白いところは、牛乳プリンではなく特別な卵を使った白い滑らかプリンとなっております。なるほど。先ほど新聞コーナーでね加賀友禅とルビーロマンがこうコラボしたっていうのを聞きましたけれども、はい、なかなかプリンと加賀友禅聞いたことないなと思うんですけれども、うん、さあちょっと食べてみたいんですが、はい、いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。どんな味なんでしょうかね。こちらですね奥にイートインコーナーがありまして、普段はねイートインコーナーで皆さん食べられるということなんですが、今日特別にこちらでいただきます。おこちらですね。ありがとうございます。こちらですよ。はい、こちらやっぱり近くに見てみる、カラフルで鮮やかですよね。とても綺麗ですね。ではいただきます。はい、じゃあまずフルーツからいただきましょうね。はい、でプリンも、プリンも、プリンもうんって言ったね今。おいしいですよ。すごくおいしいです。いやとてもねプリンはとろーり滑らかなんです、うん、そしてやっぱりいちごであったりキウイの酸味がその滑らかなプリンとこうマッチして、いやとても美味しいし絶品ですね。見た目だけではなくもちろん味もしっかりしてますよね。ありがとうございます。いや本当に滑らかでした。はい、ありがとうございます。一応、まあ、当店のプリンはですね、まあ、滑らかすぎる上あのお取り寄せが不可となっておりますので、こちら店頭でしか食べられない味となっております。なるほど、お店でしか食べられないということですね。さあさあここまでね本当に美味しいプリンもいただきましたが、うん、ちょっと私気になっているのがプリン専門店と谷口さんおっしゃってたんですが、はい、こちらの手前にねソフトクリームがたくさん並んでるんですね、うんうん、こちらどういうことなんでしょうか。はい、まあ、プリン専門店ですので、まあ、専門店ならではということでソフトクリームの方で、プリン味をご用意させていただいております。プリン味、なるほど、ソフトクリームまでプリン味ということなんですね。はい、一応、まあ、プリン味そして友禅ソフト、うん、そして、フルーツミックスソフト、こちら3種類ご用意させていただいておりますので、うん、まあ、プリンも、まあ、人気ですけれどもこちらソフトクリームの方も、大変 ご好評いただいております。うん、ではいろいろな、ね、種類のプリン、ソフトクリーム楽しめるということなんですが、やはりね今日はこちらのプリンソフトを、ね、いただけたらなと思うんですけれど、ね、よろしいでしょうか。はい、いやプリン専門店の、ね、ソフトクリーム、プリン味も、うん、ありがとうございます。こちらも鮮やかですね。そして銀の
こちら砂糖菓子もついていて、こちら金沢をイメージしたということで、とっても趣がありますよ。はい、それではこちらもいただきます。ほんのり黄身がかってるよね。そうですね、プリン。いただきますよ。あ、目で眉毛動いてる。眉毛がすごい。おやおやおや、食べてる。すごく美味しいです。わかってるよ。あの、ほんのりね、カラメル味の苦味があるんですよ。はい、ですから本当にプリンをそのまんま食べているかのような味ですし、うん、そのね、この砂糖菓子の食感も相まってとっても美味しいですね。ありがとうございます。いや、滑らかでございます。はい、ありがとうございます。まあ、あの、滑らかプリンを、まあ、ソフトクリームで表現したら、まあ、こういう形にはなるのかなと思って、はい、あの、作らさせていただいております。なるほど。ということでね、やはりプリンだけではなくてソフトクリームを今回楽しめるということなんですよね。いいね、街歩き。さあ、最後に谷口さん、今後このお店はどのように展開していきたいでしょうか。はい、まあ、地元の方はもちろん、観光客の方も、まあ、あの、当然、ご利用いただきたいですし、そして何より、金沢の新名物となるようなお店に、なったらいいなと思っております。谷口さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。皆さんもですね、尾道市場でお買い物したあとはこちらでね、プリンであったりソフトクリームもいかがでしょうか。以上、お出かけ中継でした。